今回紹介するのは、青山茂春の毎日哲学、日めくりカレンダーという本です。1日から31日まで、青山三流哲学です。学ぶと言われても意味がわからなくて敬遠してしまいがちですが、青山さんの言葉ならわかりやすく入ってきます。1日から31日まで自分でめくることで、なお一層深く入ってくるカレンダーです。個人的には19日の女子は何をしてもいい。日本男子はそれを支える。文句は言わない。この言葉。遅すぎますが、言ってくれる人に出会いたかったなぁと思いながら、Q の場所に可愛いしげこちゃんが覗いているのを見て癒されました。楽しい。日めくりカレンダーです。結構細かく書いてあるので、なんだろう。突然読んでしまいます。眺めておしまいではなく、1日1回考える術を与えてくれます。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。